ロバート・ジェイコブ・ブラントリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手、ウトを左打。MLB のニューヨーク・ヤンキース参加所属。2008年の MLB ドラフト46巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア大学リバーサイド校へ進学した。2010年の MLB ドラフト3巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、 プロ入り。2012年7月23日に、アニバル・サンチェス、オマー・インファンテとのトレードで、ジェイコブ・ターナー、ブライアン・フリンと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。8月14日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で、メジャーデビューを果たした。2014年12月8日に、ウェーバー工事を経て、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2015年は大半を、参カのトリプル A 級。 シャーロットナイツで過ごしたが、2年ぶりに、メジャーの舞台で試合に出場した。この年は14試合に出場して1本塁打を放ったが、打率、121という定率だった。守備では、14試合すべてでマスクをかぶり、無失策だったが、DRS はマイナス2だった。また、盗塁を4回試みられて3回刺し、阻止率は75%と高かった。 2016年3月12日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。4月6日に40人枠から外れる形でトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。この年はトリプル A 級タコマで85試合に出場して打率244、14本類打43打点を記録した。オフの11月7日に FA となった。 2016年12月3日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕から参加のトリプル A 級ルイビルバッツでプレーしていたが6月29日に自由契約となった。2017年6月29日にホワイトソックスとマイナー契約を結びトリプル A 級シャーロットへ配属された。8月26日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。この年メジャーでは14試合に出場して打率、292本塁打5打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から外れる形でトリプル A 級シャーロットへ配属され、9日に FA となった。2017年12月4日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2018年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕から参加のトリプル a 級グーイネットストライパーズでプレーしていたが7月15日に自由契約となった。2018年7月21日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び参加のトリプル a 級コロンバス・クリッパーズへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2018年12月21日にフィリーズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで迎え、7月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌日の7月13日にリーフとなり、 15日にマイナー契約で AAA 級リーファイバレーへ配属された。9月30日に FA となった。2020年1月18日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月28日にリーフとなり、 8月1日にマイナー契約となった。2020年8月26日に金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。対価として支払われた金額はわずか1ドルだった。レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となったが12月12日にマイナー契約で再契約を結んだ。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から 参加の AAA 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし7月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月26日にマイナー契約となって AAA 級スクラントンウィルクスバリへ配属された8月5日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした8月17日にマイナー契約となってプル a 級 スクラントンウィルクスバリエ配属された。ありがとうございます。